きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、なんと今日朝から寝坊した佐々木です。はい。生放送がねあったんですよね。そう、朝生放送があって、はい、まあ、ホテル泊まってたんですよ。うん、隣の。放送開始18分前に電話かかってきて、はい、さあ今どこにいるんですかみたいな軽い形で、はい、今起きたわって、ホテルですかまだいやすぐ行くっつって、はい、まあ楽勝で間に合ってくる。18分前にかけてくるスタッフもすごいなんかまあ余裕ですよね、うん、だから5時入りなのに半にかけてくれればよかったのにっつって、多分もう俺のこと気にしてくれてないんだよ、はい、あの本番に向けてみんなやってるから、はい、ああまあ来るだろうぐらいの感じで、うん、そうそうそう、はい、久しぶりに、うん、でもまあだって間に合ってるの全然問題ない。家からだったらやばかったよ。あ、そりゃそうですね、うんうん、もう隣だから、はい、間に合ってね、うん、楽勝で、ですね、うん、あ、箱間さんも、はい、始球式、はい、よかったですね。 ありがとうございます。ノーバン届いて、はい、ちょっと高くなっちゃいましたけどね、ボールね。まあそれあれでしょ、ワンバン最低でもしないようにみたいな、はい、結構動画でね、あのパリーグ DB にも上がってたしね。そうですね、うん、あのツイッターで上げていただいて、うんうん、はい、マリンズも入れていただいて、いい形だったですね。ありがとうございます。わあ、初めて。まあ俺はでもショート動画の方が面白かったよ。本当ですか、ショート動画。高間さんの。前日に撮ったの。あれめっちゃ良かったよ。本当ですか。あれ最高に面白かったよ。あれ？うん。でもあれ。あれをなんで本番でやんないの？あれめっちゃ面白かったよあれ。いやあれ本番でやったらまずいですよ。いやいやめっちゃ受けてたと思う、ロッテだから。本当ですか。うん、いやでもあれは、まあ、皆さん見てない方ちょっと見ていただきたいんですけど、うん、あれはまあ先生がさっとザキって声を入れてくれたんで、なんかそれっぽくなってたんですよ。自分の中でさっとザキって入れて吐息だけ出して、あの始球式って本当にこうやってじゃあお願いしますって言われた瞬間、うん、シーってなるんですよ。そっから大爆笑の渦に変わるかもわかんない。こうやって私こうやって構えて、うん、投げるぞ投げるぞと思ったから一人でこうやってやるんですよ。もいやめっちゃ面白いよ。やばいですね、それは。めっちゃもう誰かがもうパリーグ TV の再生回数バズって、はい、俺アベマでバズパリーグっていう、はい、あのパリーグ TV の中の一番再生回数がバズったベスト5、はい、プラス面白いやつを紹介するっていうのを毎週やってて、それにも俺月2回ぐらい出てるんだけど、はい、それにノミネートされてたかも分かんないよ。なんか北川さんの始球式が第3位みたいな。え、なんでバズったんですかみたいななってたかも分かんないのに。だからでもまあ滑っててももしかしたらバズってるかもしれないですね。逆バズりね、はい、うん、だからやれば、うん、じゃあ今度やってくださいよ。あ、じゃあ今度、うん、もし、まあ、リンズがオファーしてくださって、うん、佐藤さんがキャッチャー、私がピッチャーのことがもしあったら、うん、佐藤さんを目の前に佐藤さんのモノマネします。おー、じゃあいいね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 。ぜひご依頼お待ちしてます。お待ちしてます。じゃあそんな話じゃないんですよ。はい、今日何ですか。今日はですね、まあ今年ね、はい、まあ、大谷がまた頑張ってるっていうね、うん、ところで、ね、まあ、来年もね、うん、千賀がメジャーに行くんちゃうかっていうね、はい、噂もあったり、はい、山本由伸のポスティングかみたいなね、うん、話もある中でね、はい、今日今すぐやっぱメジャーに行くのはポスティングか FA で9年と行かないといけないから、はい、なかなか行けないじゃんね、はい、今日はね、今すぐメジャーに挑戦したら活躍できるんじゃないのかとか見てみたい選手ピックアップする。お、各球団最低1人、はい、全球団行けます、はい、だからまあ最近で言うと、はい、やっぱ一番の逆びっくりマンは秋山ですね、はい、あ、秋山はでも無理なんだっていう、はい、秋山はどっちかっていうとうまくいきそうなタイプだからね、うん、守備もできて足も速くて左バッターで盗塁もできるっていうところは、はい、この過去日本人選手が活躍した土壌でいうといけるパターンの部類だったけど、はい、うまくねジョイントしなくて。これどうなんですか、日本ですごい、まあ、すごい活躍をしてても、うん、なんかメジャー向きじゃない人、やっぱ日本だから活躍できるよねみたいな人もやっぱいるんですかね。あとやっぱ生活、はい、そのアメリカで生活するのに、うん、はい、鈍感力いるじゃんね。だって日本と同じ、だってご飯もそうだし、いろんなこと、はい、だってアメリカ人も日本、俺ら日本に住んでるから日本にいて、はい、何の不都合もないけど、うん、じゃあもうアメリカに行って、ね、うん、毎日試合ある中で夜中出るの怖えなと思うし、はい、じゃあ夜どこにご飯食べに行くんやみたいなね、はい、とこだったりとか、うん、あとはそのね全米移動するわけじゃん、はい、ってなった時のやっぱタフさとか、そのこのまずプレーもそうだけど、はい、そういうところも貪欲にいけないと、はい、でもきついよね。そうです、そういうちょっとした鈍感力とかストレスをためすぎないとか、うん、そういうところも関わってきて、ね、簡単にね、日本だったら家帰ってきてビデオ見ようかで見れるわけでしょ、うん、で海外行っても見れるよ、ネットフリックスとかって、うん、そんなもん全部見て飽きるじゃん、はい、で毎日っていうね、うん、ところもあるから、そういうなんかこのリフレッシュの仕方とか、そういう日本じゃなくても適応できるかどうかも、うん、
大事だと思う、プレー以外でも。そうですね、そういうとこってね、うん、誰も言わないじゃんね、はい、あと言いにくいしね、うんうんうん、だそういったところも多分は、だってアメリカ人も日本に来ていきなり刺身みたいな、生のみたいなね、はい、まあ、ね、寿司好きになる人多いですよね。多いけどね、うん、でも全員が全員食べれるわけじゃないじゃん ね、 そうですね。逆に言うと日本人がよ、うん、いやお寿司食いたいなって言ってカルフォルニアロールとか、はい、もう明らかにもうマヨネーズガンガン乗ってるやつとかそんな寿司みたいな This is hot 寿司みたいな、めっちゃなんかチリソースみたいなのかかってるのに言っても、はい、さすがにきついじゃんね。和食食べたくなりますよね。うん、だそういったところもね、うん、まあ、あるかも分かんないけど、うん、秋山がうまくいかなかったのはちょっとね、まあ、びっくりだね。そうですね。で筒香に関しては、うん、いや、やっぱり長打は無理だったかみたいなね。でも、うん、大谷がいけてるからね、はい、だからそこら辺どうなのかなっていうところもあるけども、うん、そうですね。その中で、うん、誰がいけるかっていうね、今の現役選手で誰が、うん、今すぐじゃいけそうな人みたいな、もう今すぐ行ったとして、うん、でいけんちゃうかっていうところで考えると、はい、じゃあどっから、じゃあ球団ずつ、そう、じゃあパリーグの最下位から、はい、じゃあ日本ハム、はい、日本ハムから今すぐメジャー面白そうっていう考えると、うん、誰やろうな、近藤選手とかとか、ちょっと今年状態悪いけど、はい、堀とかね、あ、左サイドみたいな、あ、リリーフ、そう、うん、そんなタイプなかなか行ってないじゃん、はい、アメリカでも。宮西も、うん、もうちょっと若かった宮西だけど、うんうんうん、堀とかね、あ、何気に左のサイドでリリーフ、はい、こう面白いんちゃうかっていう、あ、今すぐね、はい、こうもうおっさんになってからじゃあれだから、うん、今すぐ行くと俺は何気に左のサイドのリリーバーとか、加藤投手とかどうですか、ちょっと遅いからね、あ、まあそっか、球の速さとかで言うと堀の方がリリーフって考えたら面白いんちゃうかっていうね。これ最低1人挙げていく。はい、わかりました。じゃ続いて、はい、ロッテですね、うん、5位、はい、そうだね。じゃあ1試合限定で佐々木朗希ね。おー、1試合限定いや、もう怪我するわ、まだ。あ、そうか、行ったらね、今すぐって考えると、あ、うんうん、今すぐって考えると多分行ったら怪我すると、はい、もしくは、うん、高部だね。おー、もう当て逃げと守備と盗塁でいけみたいな、はい、セーフティーしまくってみたいな、足使いまくって、うんうん、何気にそんなセンターはめちゃくちゃ打つようなやつあんまりいないらしいんだよ、メジャーでは。そうなんですか。だからそういったところで守備のうまさとちょこまかして、はい、足でみたいなかき乱して、はい、内野安打量産していこうみたいな、はい、ところだったら、うん、まあ、ひょっとしたら面白いんちゃうかっていう、うーん、まあ、あとは佐々木朗希、はい、一試合限定でみたいな。もうちょっとネタフになってきたら、そうそうそう、面白いけど ね、 ね、うん、今すぐと考えると、うん、じゃ続いて、はい、4位楽天、はい、誰だろうね、誰がこう、ああ、俺はもう一人だよ、当てていいですか、うん、浅村選手、あ、分かった、あ、待って待って、松井裕樹投手、そうそうそう、うん、松井裕樹はリリーフでね、うん、はい、いい、面白いんちゃうかと思うよね。浅村はもうおっさんだから、おっさんとか言わないでくださいよ。何歳？同い年、同い年。だからもうおっさんの部類になってくる。え、ちょっと待って。あ、野球選手としたらおっさんってことですか？そう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 、うん。まだ若いですからね。まあそれを決めるのは皆さんです。はい。まあ松井裕樹だね。うん。面白そうだね。はい。野手はちょっと俺の感じじゃいないね。うん。松井裕樹として普通に抑えとかやってほしいですね、メジャーで。うん。続いて、はい、オリックス、うん、もや本由伸も、それそうでしょう、今すぐ行ってみたいで、はい、どんなもん、ちょっと今年行くか行かないかちょっと不安ですもん、ポスティングひょっとしたら、あ、10億円選手、あ、そうそうそう、いや俺はもう本当はもう早くメジャー行ってね、行ってくれって俺は、いや私はもう1年山本投手みたいですね、やっぱ日本でね。でもね、はい、今すぐね、うん、やっぱこうね、日本人がメジャーに行って活躍できない理由の一つが、はい、行くのが遅いっていうのがあるからね。その9年とかやっぱ何年だって今全盛期でいけないじゃん、はい、そういったところがやっぱり大きい、だ大谷がなぜいけてるか、まあ、もちろん大谷の凄さもあるけども若くしていけてるからね、はい、そういったところでやっぱ若かったら順応性もね高まるし、そっか、大谷投手は何歳でいったんだ、だって24とかここでいってるからね、そのぐらいか、うん、6年でポスティングでいってるからね、そんな選手なかなかいないからね、はい、日本でいうとね、山本投手だ、そうしたら今24ぐらいなんで、もう全然いい、超超いい、超いい、超いい、メジャーで大活躍できるぐらい、いきなり行っても誰も取ってない、沢村賞とか取ってほしいよね、はい、あっちだからサイ・ヤング賞か、サイ・ヤング賞取ってほしいよね、そこは山本だね、あれサイ・ヤング
ショーで撮ってないのか。日本人誰も撮ってない。マー君撮ってないでしたっけ。撮ってない撮ってない、誰も撮ってない。撮ってないでしたっけ、うん、そっか。そんな、なかなか撮れないよ、うん、アメリカで日本人がサイ・ヤング賞は。よっぽどの数字出さないと。そうですか、うん、だって日本でも沢村賞を外国人選手が取るまでめっちゃ長い年月かかってるから。なかなか出ないですね。だどっちかってなったら結局は耳引きになるじゃんね。まあそっか、人が選ぶことだからね、はい、うーん。あ、ちなみにオリックス吉田正尚選手とかどうなんですか。いや守備がね結局は。ああそういうところ、うん、でもあんだけ守備もそこそこできないと、はい、っていうところはあるよね。だから結局だから筒香も、うん、ファーストとかさ外野とか守ってないじゃんね。あめっちゃ打たなきゃいけないからね。そっか、うん、そういうところもかかってくるわけですね、うん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 、メジャーになると、はい、さあ続いて、はい、西武、うん、西武平やな。おーそこでいきますか。あちょっと平見てみたいね、通用するのかどうか、うんうんうん、あのストレートとクイックで。はいそうですね、うん、しかも若いし、若いしいいよ、相当若いですよ。いい球の強さあるよ、うん、おメジャーでどこまで通用するのか、はい、見てみたいね。ソフトバンク、はい、千賀が行くからね。はい千賀だね。もういやじゃあ千賀投手はじゃあもう特別枠ということでなんか違う人考えましょう。千賀抜けたら、はい、おらんな千賀やろ。いない。まだだって若手に変わろうとしてるからね今。まあそうね、往年の人たちがもう終わりかけで若手に変わろうとして中だから、うん、今バッチシーはちょっといないね。確かまあ今かなりヤングホークスですからね、チグゴホークスだから、はい、千賀だね。はい千賀投手のみ、うんうん、じゃ続いてセリーグ、はい、今最下位中日、中日やっぱ高橋宏斗やろ、いけるやろ。もう今でもいけます、うん、まあ、でも最近いいですもんね。めっちゃいい、しかもローテーション守って投げてるし、はい、高橋宏斗いいね。あいいですね。あもうすぐもう二十歳からメジャー、はい、わいいね絶対球団出さないですよねでもいいよ。そうですね、高橋宏斗はもうローテーション、佐々木朗希と違うからね、はい、もうローテーション回って球数も投げてるし。でも どうなんですかね今 出始めて今年じゃないですか、うん、タフさみたいな部分で今ローテーション守ってても、うん、もうちょっとみたいな部分ないんですかね。そういうのも全員言えるからそっか今できてることが重要だから、はい、まあ、今すぐ行ってもじゃあ、うん、いけそうな感じするな。みんな大絶賛してますもんね。高橋やな、はい、で続いて今こう、はい、巨人、はい、巨人いないね。巨人もうどうや、うん、そうなったらもう東郷ですね。東郷、うん、今の一番の勝ち頭でもありますからね。うん、しかもフォークだからね。東郷、はあ、だね。東郷同士、うん、若いですよ、うんうん、巨人に、まあ東郷しかいないね。でも結構やっぱ若い方言うじゃないですか、うん、もうおっさんだからって、うん、でも上原さんとか結構年齢いってからメジャー行って活躍してるじゃないですか。でももっと早かったらもっと活躍してるよ。あと先発とかでいけてるかもかね。まあそりゃそうですよね、うん、でもそれでも活躍する可能性があるんで、もうちょっとその野球選手としてはその、ね、年齢いっててもちょっと入れてくださいよ考えに。誰とか言えばそのホークスで柳田選手とか、なんかそういうもうちょっと前の圧倒的な数字だった柳田とか面白そうだけどね、はい、今はそんな圧倒的な数字じゃないから、ね、確かにそうですね確かにそうなんだよな。だから若いやつは未来の期待値を上げれるけど、はい、もうベテランクラスは未来の期待値上げれないから今が高いね。ああそうですね、うん、そっか、うん、若いっていい、ね、過去の栄光でいけないからね。はい若いっていいですね。そりゃそうだよ、未来無限だから。そうですね、うん、俺なんてもう退化していってるだけだ、うん、続いて4位、はい、広島。はい広島ね、鈴木誠也選手言っちゃいましたからね。うん栗林ちゃう、あフォークで、おーそうですね、うん、ピッチャーとして、うん、リリーフで、うん、いけんちゃう栗林、はいもしくは西川とか面白そうだけどね。あっきうちだから、はい、対応うまくいったらするんちゃうかみたいなね、うん、うん、そんな感じかな。さあ続いて阪神、はい、阪神誰ですか。阪神ね、うん、あゆちゃん、あアンダースローどこまで通用するかまず再チャレンジしてほしいよね、はい、青柳、はい、か、うん、近本とかね。あそういうやっぱ足使える選手いますね、うん、だって都合がうまくいかなかったっていうところだからね。だってあんだけ打っててもあなかなか難しいんだから、うん、はい、都合なんて。だって松井秀喜さんばりに打ってたよ都合は、うん、日本で時にね、はい、そうするとまあ足活かせる人はの方が活躍しやすいんちゃうかって。それか、うん、圧倒的に打つとかね、はい、日本でね安打製造機的な。でも秋山選手もそれでしたからね、うん、うん、そんなもんだな。そうですか、うん
はい、続いて2位 DeNA、 佐野見てみたいね。佐野コンタクトうまいからね、はい、長打もあるし、うん、なんかいけそうな気がします、ね、うん、佐野ね、はい、で今永とかね、左ね、左で、うん、今年いいしね、うん、はい、あと今年いいから山崎康晃でおとかも見てみたいね、はい、うん、いい形で、うん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 、DeNA 結構上がりましたね、まあ、強いからね、はい、あと生きのいいのいるからね、うん、っていうところはまあ見てみたいね感じね、はい、うん、であとヤクルトはもう村上ね、はい、もう村上も今すぐ明日から、うん、なんかもう今行った方がいい明日から、明日行って、明日行ってどうなるかみたいね、はい、もうなんか今ならもうどこでも打てる気がする、うん、村上を今すぐみたいね、うん、はい、もうヤクルトもうこのなんか出してくれないですか、ね、今年2連覇したらもうポスティングでいいんちゃう、はい、2連覇したら、うん、どうや村上行きたいかメジャーよし行けポスティングやっつって、もう今年じゃ三冠を取ったら、うん、もう三冠を取って2連覇したらもう行っていいぞ、はい、もうこれが行くタイミングじゃないかなって、ね、見てみたいね、はい、今すぐ、うん、メジャー、はい、どうなんかっていう、で大谷選手と一緒にホームラン争いとかしてほしいですよ、うん、だってもう多分このままいったらもう確実に来年の WBC は4番だからね、はい、村上はね、うん、でも村上だね、はい、あ、まあ、足もそこそこ走れるし、うん、守備も圧倒的に上手くなったし、うん、で長打力もあって、うん、村上だね、すごいですね、うん、もう本当2連覇で3冠を取ったらいいんちゃうポスティング、うん、なんかそれ以上もなんか一番メジャー行くのに後味がいいというか、うん、なんか見てみたいしね、はい、どんなもんかっていうね、うん、このタイミングで行ってどれだけ活躍できるのか見たいですよ、うん、見たいよね、はい、これバンバン行ったらね、高津さんちょっと高津さん決めないよ本社だから、あ、そっか高津さんの意思にでももうね見てみたいね、はい、見てみたいです、だから今はもう、うん、もう日本球界の中でもうじゃあ投打で言ったら、はい、今一番見たいのは山本由伸ともう村上なんだよ、はい、今すぐメジャー行ってどうなるのかっていうのはちょっと見てみたいね、うんうん、高橋宏斗とかも後々行くかも、行くような逸材ではあるよね、へえ、そこまで、うん、このままね、うん、怪我なくうまく育ったらね、はい、面白さは、まあ、じゃあ未来は高橋宏斗投手、あと佐々木朗希投手とかですかね、うんうん、まあ、佐々木朗希はまだ今からやらなきゃいけないこと山ほどあるからね、そうですか、だって球数制限も撤廃しなきゃいけないし、ああそうか、うん、高橋宏斗はまだ なんか制限そんなかかってないし、ね、はい、だそういった意味では、うん、まあまあ面白そうだね、そうですね、はいはい、あとですね、うん、あさって9月6日、はい、里崎なんと、うん、初めてメジャーの解説を、はい、プレーボールからゲームセットまで、へえ、途中のやつはあるのよ、はい、フジテレビさんとかで夜中に、うんうん、そうイニングと全部はやんないけどみたいな解説はあるんですけど、はい、プレーボールからゲームセットまで、はい、メジャーの解説をアベマで、はい、エンジェルス戦9月6日10時過ぎプレーボールぐらいだったと思うんだよね、へー、エンジェルス10時38分ん日本時間試合開始です、はい、タイガースと、はい、佐々木解説やりますんで大谷翔平選手の試合ですね、はい、うん、ぜひコメント欄までアベマを見ながらコメントしてください、はい、そして佐々木何でも答えますからね、うん、ぜひ、見てください、アベマ、はい、はい、お願いします、はいはい、初めてやるんで、はい、どうなるか分かんないですけど、選手とかこうちょっと見とかないとですね、うん、知らないから、もう知らないので行くんですか、行くだって日本の全試合総チェックもやんなきゃいけないのにあ、そっか、うん、だから逆に言うと素人目線で喋れるよ、あ、まあその時の印象で、ね、そうそうそう、そのなんかもう、うん、固定概念全くないから、はい、はい、じゃあそういう感じで、はい、ぜひ皆さん、はい、9月6日10時38分、はい、プレーボールエンゼルス戦アベマで佐々木の解説見てください、はい。